はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガコレクション、魔界闘士サガですね。前回の続きからやっていきます。第一世界が終わって第二世界に来たところですね。まあ、いわゆる海洋世界と呼ばれるところになります。じゃあまたちょっと住人に話しかけて情報収集をしていきましょう。船のように走る島を見た。はあはあ。海賊が多くて船は使えません。海賊なんていたっけ。ちょっと今どういう状況。俺は若干減ってる。本命すげえな。愛人2人が死亡してるんで、そう、ここでちょっとね、やりたいことといえば、ここがアドベンチャーズギルドになってて、で、愛人、これ自分じゃん。愛人を変えたいんですよ。まあ、同じ愛人なんですけど、第二世界の愛人を連れていく。もう第一世界の愛人はいらないんで、ポイします。で、本当だったら、だから、その、主人公、自分は外せないんで、こいつも変えたかったんだけど、ここの愛人が、何なのかっていうと、サーベルを持ってるんですよ。で、サーベルは1030円くらいで売れるんで、要は愛人3人取っかえて、金策をするっていうね。で、愛人一番上にして、すぐ死ぬようにしとこう。ひどいけど。これ、本命の方が上にしていいんじゃない？まあ、いいか。一応俺を上にしとこう。ここで愛人が一番狙われるんで、まあ、死んだら交代するっていう。まあ、そんな感じですね。で、こいつも話すか。ちょっと待って。高速モードだとさ、話しづらいんだけど。こっち追いかけっこになってる。青龍が竜王様を追い出してしまった。で、こいつは？洞窟はいろんな島に通じている。北東の島の町に兄弟がいる。町はもう一個ある。で、ここら辺は一緒かな。ヒットポイント400が売られてる。1000円。いきなり10倍になるな。ハイポーション売ってんじゃん。1個買っとこうかな。まあ、いっか。ちょっと怖いな。ハイポーション買っとこう、1個だけ。金はやっぱりたんまりあるよね。で、ここで売ってるのがバトルアクス、青龍刀、サブマシンガン。サブマシンガンって、でもそんなに強くなかったと思うんだよね。癒しの杖ってケアルだっけ？全員だっけ？全員になるのは、サガ2からかな？なんかそこら辺あんまり覚えてない。正直。サブマシンガン400円だし、安いしちょっと買ってみようか。20個しかないけど。グループ攻撃ができるようになるんで、まあもちろんこれは、俺に装備させとこうっていうか、防具は全部ね、下にやった方が扱いやすい。ちょっと整理します。下から行こう、下から。カブと、ゴールドメイル、ゴールドのコテ。レイピアが31個か。そう考えると若干微妙だな。サーベルを使うか、普通に。レイピアがなくなったら。素早さ68。で、武器としてはまあいいか、とりあえず。素早さを上げていこう。元。ちょっと素早さの元を使っていきます。というわけで、俺の素早さが98まで行きましたね。もうここの世界でだいぶ俺は強くします。とりあえず俺だけ。で、本命はね、勝手に育っていくんで。まあ、愛人を育てるのは、ちょっと愛人捨て終わった後にするんで、まあ、とりあえずここでは愛人は、やっぱりまだお金が必要なんでね、サーベルを貢いでもらう役目にしていきます。で、表示上はね、98になってるんだけど、これ確かね、255まであるはず。だから、まだまだ素早さのもとはね、どんどん使っていきます。まあ、とりあえず、今は、その、98で止めてありますけど、ちょっと状況によっては、もう少し素早さのもとを使って、まあ、ちょっとこの世界をやっていきたいと思います。じゃあ、洞窟行きましょう。ここはもうさっぱり道は覚えてないんで、ちょっと割と適当に海賊一体、アイテムがない。一体にマシンガンはもったいない。お、炎、霊気、電撃、いっぱいあるね。レイピア。海賊が攻撃か。160ダメージ超強え。レイピアで160ダメージか。大目玉。もうめんどくさいから炎使ってこう。151。240キロ。あ、やっぱりいいね。ここは違うね。こんなに近くにあるわけじゃない。これ島が動くようになるんで。まあ一応セリフで、なんとなくヒントはあったんですけど。宝箱はなかったはず。ここじゃないな。サガ1はね、なんか知んないけど、割と覚えてる。
で、サガ3がもうほとんど覚えてない。でやっぱりね、昔って同じゲーム何回も何回もやってたんで、それでね、印象深くなってくるんですよね。どれだっけ？おお、いっぱいいる。かといって、グループになってるわけじゃないんで、ライノサウルス、一体ずつ撃破していこう。何強い !140 で倒せないか、愛人が死んだ。しょうがない。720円。もう全然効率が違うよね。あ、これだ。これで、島が動いて、やることは、まあ、ちょっと一応順路的な感じで、行きますか。ここに町がある。もう一個の町。とりあえず町へ上陸する。そう、これそういえばあれだよね。ターゲッティング死んだやつにすると攻撃してくんないんだよね。で、ここでまた少し話を聞いていきましょう。渦に飲まれて海底の城に行った。嘘ではありません。空気の実も持ってないのに。空気の実を海水に浸すと酸素が出る。南の島の小屋に住むジジイには近づくな。セイリュウは竜宮城に住んでいる。竜王様はどこでどうしていらっしゃるのやら。竜王ってこの世界に何をもたらしてたの？一応回復しとこう。ヒットポイント400超えてんな。本命ちゃん、さすがだ。で、ここでちょっと武器屋を覗いて、で、サーベルが2060円ってことはやっぱり半額で売れんだな。これを持ってるんですよ、最初の初期状態で。まあ、そりゃ強いよねっていう。あ、ミスリルが売ってる。2500円高え。でも基本的にはね、かわすからね。岩買っとくか。ちょ、岩必要になるかもしんないから。ロングソードはもうさすがにいらないよね。サーベルは1本予備があればいいでしょ？っていうかもう一回入れ替えてサーベルを調達するか。ここはちょっと技系だな。で、蘇らせるところ。だからちょっと情報収集しつつ強い武器が売ってますという感じ。で、ここじゃねえ、間違えた。その渦潮に入るためにここはちょっと持っとこう。あ、一応見とく。せっかくだから。サブマシンガンいくつだったこれ。弱っ超弱えんだけど。で、ここはなんだこれ。こんなんだったな、そういえば。とりあえず左上を目指すとじいさんがいるんで。空気の実は真ん中のヤシの木になっている。ありがとうございます。これはこれでヒントになる。で、ヤシの木を探す。ウェアウルフ、サブマシンガン。てか、炎で一掃できんな。いや、弱えわ。サブマシンガン、マジで弱い。金の無駄だったな。まあ、400円だから安いっちゃ安いよね。これなんでこんなところにボツンと一つあるんだ。どこだっけ？地形まではもうさすがに覚えてないかな。あ、これだ。で、こう。空気の実を手に入れた。何個も手に入るはず。で、一回ちょっと、サーベルを調達してきます。サーベルを調達しつつ、でもやっぱりウェアウルフの攻撃食らうな。まずいな。まだまだ素早さが足りないってことか。ハイポーションちょっと一回使っとこう。ミスリルの鎧買った方が良かったかな。金をどっちにつぎ込むかなんだよね。で、あんまり素早さの元を使いすぎるとオーバーフローを起こしちゃ起こすんで、ちゃんと計算していかないといけないんだよね。2ずつ上がるとして、ちょっと6000円分使いたいな。6000円分使いたいんだけど、どうしようか。どっちの愛人だっけ。こっちか。金づるにしよう。ちょっと分かりやすいように。完全に金としか見てないから。金づる、はい。で、金づるがまたサーベル持ってんで、これ回収してブロンズのコテは売ろう。大して高く売れないけどね。まあ、外す分だけ手間かな。金額考えると6円だからね。いらねえわ。外す分手間だ。で、サーベルは1セットあればデリンジャー売るか。40円にしかなんねえのかよ。1030円やっぱこれで。6000円分買おう。6000円分買うってことは20個、60上がるってことか。よし、そうしよう。じゃあまたちょっと素早さの元を買っていきます。で、これで表示上は99だけど、内部データ的には多分160あるはず。一応160メモっとかないとオーバーフローを起こすんでね、そこは気をつけないといけない。で、600
600円か。ちょっとヒットポイントを3つくらい買っとこう。3つ余ってるんで、枠が。これで200は超えるかな。うわ、200超えた。1。そう、超えるともう1しか上がんないです。ヒットポイント400が結構高いからね。じゃあ、これで、とりあえずまた、レイピアがあって、350本あればなんとかなると思うんだよね。金づる戦闘において、いつ死んでも大丈夫なように。最悪本命がいるから。一応セーブしていこう。で、どれだっけ島。これか。魔術師見習い。あ、寝てない。まあいいや。207。強くなってるよね。魔術見習いが、防御力低いとかかな。まあ分からんけど。これはもう世界の恥だ。どこだ。ただ魔術師見習いは、攻撃をしてこないんで、ダメージが当たる攻撃をしてこないんで、それがいいところかな。ここが空気の実があるんでいけますと。まあ、炎を使っていこう。どんどん。本命が40か。結構食らったな。俺も結構食らった。いや、ミスリルの鎧とかやっぱ装備しておいた方がよかったかな。金づるがまだ生きてる。まあ、盾役にはなってくれるか。若干の不安はあるな。ダメージを食らうという点において。ゲちげえし、こっち。エビル、レッドボーン。こいつ炎に弱そうじゃん。まあ、レイピアからサーベルに変えればね、多分もっとダメージ上がると思うんで。まあ、ここをクリアした頃には、多分、金も貯まってる。これも何番目だっけ、わかんない。適当。うわー、右か左か。右が正しかった気がするんだけど、左に行っといた方が良かった気もするし。なんか忘れた。げっ。死んだ。とうとう金づるが死んでしまった。レイピア使っちゃおう。76か。おお。ちょっと待って、これ、どっちがいいの？俺と本命だったら。防御力的なものを見ると14か。全然育ってないな。変わってなくね？防御も育ったよね。まあさすがに防御はあんまり上がりづらいけど。こっちはないから、とりあえず左。けっ、わかんねえ。鍵を手に入れなきゃいけなかった気がするんだよね。ここ意味ないっけ。そこまでは覚えてない。ダメージはなるべく食らいたくない。いやー、そこそこ食らうなってか、かわしてくれない。意味ねえ。意味なさそう。サブマシンガンマジでよいかな。一回だけ使ってみよう。もう一回。もう一回だけ。53。弱え。4体くらいいないと元取れないよね。いやー、変わんねえや。ちょっと意味ねえ。敵がしかもすげえ出るし。霊気霊気になってる。ていうかさ、こっち霊気使えなくなったら、あ、一応ファイヤーの書が20個あんのか。青龍って効くんだっけ。いや、ここは騙されたな。違った。2つ先？いや、ちげえ。3つ先だった。で、そっから。20か。まあまあだな。60か。これ強いね。ラウンドサウルスが強いわ。やばい。ハイポーションがあと2個しかない。150くらいは回復すんのか。癒しの杖を買っとくべきだったな。で、ここは竜宮城。で、このタコは敵なんで、当たると踊りタコが出てくる。やべえ、目が見えなくなった。マジで。暗闇になってる。そこそこ金は持ってんな。え、ちょっと待って。なんで下げられてんだけど。まあ、一回本命の方がヒットポイントあるから。ジャガーが強そう。攻撃力的に。金は取られた。いや、金はどうでもいいや、もはや。本命まあまあだな。で、ちょっとサーベルを持つか。50本あればまあなんとかなるでしょう。最悪デリンジャーでなんとかしよう。で、どこ行くんだ。ちょっと待って、こっち、あそこは多分鍵がかかってるよね。こいつ邪魔くせえな。
ょっと1体だから悪臭でお茶を濁す。ん？なんだ、どこだ、どっちがどっちだ。で3体いる、1体これ撤退するのはもったいないよね。多分いけないはず。超邪魔くせえ。テレパシーに変わってる。しかもサーベル使うか。192。そうだよね、鍵がかかってて鍵を入手しなきゃいけないんだけど、それ上か。最悪逃げ惑うしかないな。悪手にしとこう。サーベルが残り10本になったらちょっと考えよう。逃げ惑う。握手。一発で倒せないんだったらあんまりあれ使う意味ないな。最初上だ、やっぱり上に行くべきだった。ってことはサーベル2本かかるってことでしょ。金がじゃんじゃんが手に入ってくるけどね。もう9000円あるし、ちょっと一回こっち行って、で上に扉があったんで、まずあそこを突破しなきゃいけない気がした。ここでしょ。でここで竜の鍵、そうこれこれこれ、これをゲットして、衛兵はちょっとテレパシーでお茶を濁す。サブマシンガンで何とかしよう。44、これでいく。20。テレパシーは回避率が上がる気がするから、ひたすらよし。宝箱また復活してなかった。ちょっと見に行っちゃったら。ライノサウルスはちょっと強いから、サーベルで一体殺しとこう。うん、テレパシーいいんじゃないの。めちゃくちゃ回避率が上がってる気がする。720円。てかまた出てくんのかよ。あとはもうひたすらこれだな。いやー、サーベルもう50本用意しとくべきだったよね。ないよね。36本。魔術見習いが4体か。これは霊気でなんとかしよう。寝やがった。4体倒した。1200円。金だけは持ってんな。第二世界でこれだからね。で海賊が2体いるから、ここはちょっと霊気で、サーベルで1体ずつ始末していこう。で霊気でしょ、でサーベル。でそろそろ一旦逃げ、危ねえ。タコに当たるとこだった。ちょっと落ち着いていこう。鍵開けた、よし。何にもねえ。超騙された。まあ先へ進んでいけばいいでしょう。で上が宝箱3体か。ちょっとテレパシーでサブマシンガンで。コモドドラゴンは結構サブマシンガン効くね。あ、いいねいいね。ちょっとサブマシンガンで対処しすぜ。対処していこう、このクソラゴが。俺のクラフっていつなんのこれ。永遠に治んないんじゃないか。で鍵開けて宝物庫的なとこ。ミスリルメールあんじゃん、装備しよう。ゴールドメール、うおー間違えた。ミスリルメール。デリンジャー一応入れとくか。ライノサウルス3体。いや、めんどくさいやつだな。サブマシンガンで何ターンかかるか。いいねいいね、めっちゃ外れるわ。3ターンくらいかかる。で、残り5個しかない。なんか強えんだか弱えんだか。960円。でケアルの書か、悪くない。これはかなり悪くないぞ。素早さ67、魔力54で炎、テレパシー、霊気、悪臭かで手榴弾。あ、手榴弾結構使えた気がする。数が若干20か。サブマシンガン使い切ったら使うか。ライノサウルスはめんどくさいから霊気、霊気サ
サブマシンガンでどうだ。ゲホンメイトがむっちゃ食らうんだけど。でテレパシーにしてサーベル、ちょっと一旦回復しよう。能力のケアルの処理いいんだっけ。どうだろうこの回復量。まあ、いや、ヒットポイント高いかな。これさ、よく考えたらさ、歩いて帰んなきゃいけないんだっけ。げっ、こいつなんだ、マジ邪魔くせ。一回戦闘してやり過ごすか。戦闘すると初期位置に戻るからね。いや、マジクソ邪魔なんだけど。こっちか。で、そこから、ここ行って、でここは上から1、2、3列目、右から3列目、ここの上から要は交わるところ、んここ、これが本物だ。赤玉青龍、誰だ俺のたまたまを盗んだやつは。お前のたまたまをいただく。テレパシーにしよう。でサーベル189。無駄無駄無駄。いや結構強いな青龍。うん、まあね、これだけ見ると弱いけどね。青龍の肉が落ちている。青龍肉落とすんだ。4800結構金持ってんな。かあ、テレポとかで帰りてー。赤玉をゲットしたからゴールドメール一応本命に装備させておくか。ブロンズメールはいらないっしょ。ヒットポイントの高さで今本命を上に置いてるけどね、敵出るよね。歩くサボテンとかそんなやついたんだ。手榴弾一回使ってみよう。うん、サブマシンガンの2倍くらいは強いか。でサブマシンガンでどうで倒せれ。で俺も結構かわしてるよね今見たら。720円、ちょっと目薬持っとくべきだったな。テレパシーっていうかファイヤーの書で、こいつ手榴弾ファイヤーに強い。今そんな風に見えたぞ。いやもう攻撃がない、な何もできんわ。悪臭で手榴弾、悪臭でサーベル。まだサーベル30本あるからね。いや、やはりここでちょっとめんどくさ。逃げよう、逃げらんねー。電撃になってる。やっぱりこの世界で素早さマックスにしとこう。これ逃げる確率ってどういう計算式、完全ランダム。素早さ依存とかではなかった気がするんだね。電撃使ってみよう。でまだ手榴弾あるから手榴弾60。これなんだ素早さかよ電撃って。えこいつファイヤー効くんだっけ。なんかもう誰が誰だか忘れちゃったよ。ちょっと強いやっぱりファイヤーに。じゃあちょっと悪臭で、お100超えるね。あれどっちだっけ、こっちか。でこのタコもね鬱陶しいからな、行きたい方向に来るから。お踊りでスーパーパワーになってる。これ力がめっちゃ増えるやつ。でも力の武器を持ってないから、とにかく悪臭しかない。やることが悪臭しかない。手榴弾を結構使ったからな。これでも本当になくなるとあれだよね、ファイヤーしかないよね。ファイヤーはよく効くな、骨だから多分。でこっちか、海賊。あ海賊って言ってたね、そういえば。海賊がいてどうちゃらこうちゃらみたいな。ケアルの書と癒しの杖ってやっぱ違うのか。もうめんどくせえ、逃げよう。逃げられない、金だけ盗まれた、ひどい。でピラニアが2体、もうスーパーパワーしかないじゃん使うものが。サーベルで始末していくか。なんだよこのファイヤーとか大して役に立たねえな。1体ずつ倒すか。まあ、ケアルの書はねただで手に入れたものだからガンガン使っていこう。でここかでやって洞窟抜けて帰る。
エビルは効くでしょ、さすがにファイヤー。で、こいつを、ちっちゃい、エビルじゃない、ファントム。ファントムがファイヤー。こいつは効かないから。600円。あれ？このとこ間違ったっけ？あれ？なんだこれ？竜王様は地上で隠居なさっている。あ、こんなとこに間違ったね。青龍は赤い宝玉をとても大事にしている。もうたまたま手に入れたよ。竜王様は青い宝玉を持っていらした。へへへ、線が交わったところだよ、兄ちゃん。交わった。へへへ、線だぜ。みたいな。そっか。ここでヒントが手に入るのか。すげえ金持ってる。サーベルもう一個買っとく？浄化の本って何？ケアルの書、ここで1000円か。あれ？癒しの杖とあれの違いがわからんけど、とりあえず俺は、あれを直したい。暗闇を直したい。目薬。フライパンなんだっけ？混乱とかだっけ？で、あとは、やることといえば、目薬で、これ。一回寝ると、技が回復するけど、何持ってた今？炎は一応持ってるのか？炎霊気はある。なんか買うもんある？別にっていう感じなんだよね。力が強いわけじゃないから、産後の剣とか装備してもしょうがないしな。ミスリルの固定。だったらちょっと素早さをもうマックスまで持っていきたい。サーベルは買ってもいいか。でもサーベル補充できるからね、金づるから。というわけで。どっから来たんだ俺。あ、こういうことね。すぐ近くに町あったじゃん。霊気。サーベル。サーベルはどんどん使っていこう。374とか。これやっぱ目薬使って攻撃力増えてる？目薬って攻撃力もやっぱ減るのかな？なんかそんな感じはしてたんだよね。まあ、ちょっと今のところ感覚的な話だけど。じゃあちょっと金づるをもう一回外して、人間女。まあ、一応しっかりね、役割を決めていきます。もう。金汁になっちゃった。まあ、いいや。間違えた。しっかり役割を決めていくとか言っといて、意味不明な名前になった。でも、ブロンズのことはいいや。で、サーベルは持っておこう。で、ハイポーション1か。で、もう一個いけるね。ブロンズネイルは売る。竜の鍵いらない。空気の実もいらないっしょ。で、あとなんだっけ？一応なんかクイズ出されて、金の針の可能性があるのと、岩と清流トークアート。三択だったよね。持ち物がいっぱい。だから売る。整理して、ブロンズメールいらない。竜の鍵絶対いらない。赤玉はいる。これ売れんのかな、赤玉って。で、空気の実もいらない。これがもう、永遠に手に入るんで。間違って売ったとしても大丈夫。で、またやることといえば、金汁さん。君はもう死んでいい、マジで。サーベルさえ奪ったから。あれ、どこだ？いつもわかんなくなる。で、アイテムは使えない。サーベル、炎。ピラニア炎効かねえんで、403とか。ガチ杖。悪臭にしよう。いやー、これ、あれだね。やっぱり目薬持ってってればもっと早く青龍倒せたわ。魔術見習い。手榴弾で一掃できるんじゃない？手榴弾炎。もうちょっと魔力が高くなりたいんだよな。そうすると霊気200くらいはちょっと与えてほしい。てかどこだっけ？ここだ。あの椅子が何であるのかよくわかんない。なぞなぞ。元気な人は痛くて疲れた人は気持ちいいものなんだ。答えの品を探せ。それを持ってわしのとこに来るな。これ金の針なんだよね。あれ、これ一回さ、外出ないといけないんだっけ？厄介なことに。ただいまいちね、答えの理由がよくわかんないんだよね。金の針を持っている。青玉。キャー、これおっと、もう持ってたか。何個持ってんの？たまたま2つ持ってんのかな？青玉、クリスタル。
とかよくない。あ、青って書いてある。よし、これでじゃあこの世界は終わりなんで、金汁さんもう一個ちょっと欲しかったけどな、サーベル。次の世界に行く前にちょっと完全に鍛えていこう。レイキ、金汁が死んだ。サーベルになった。すげえ、食べれねえし。ちゃんと計算しないとね。じゃあちょっと恒例のまた素早さ祭りをします。一回セーブしとこう。多分200超えたと思う、素早さが。これで一回ちょっと行こう。で、いらないアイテムはまた売っていきましょう。で、完全に岩いらないし、青竜刀も、まあ、いらないよね。で、目薬と金の針一応持っとこう。なんか状態上、若干怖い。癒しの杖を買い足していくか、ちょっと悩みどころだね。で、金汁さんはまた変えて、今度こそ、間違えないように。もう別に間違えても大したことないけどさ、金づるでいこう。で、サーベルはまあ、持っといていいかな。結局単体でしか攻撃できないからね。金づる一番上にして、今度は俺を一番二番目か、に持ってった方が多分いいと思う。じゃあ、これで、塔はまた登っていきます。ちょっとサーベル試してみよう。260。よくわかんねえ。ダメージの値がよくわかんねえや。で、ここが空いてるんで、ガンガン登っていきたいけど、もうわからんぞ。さすがに。地形が覚えてない。いろんな世界を見ていきたいけどね、だいぶイーグル。530とか。アホみたいに言ってんだけど。メデューサが3体。3体いるんだったら、石になった。ちょっと待って。あ、こいつが石になったのか、どうしよう。と、登る前に、ここに世界がないかだけちょっと見たいんだよね。オッケー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 。ていうかさ、エスパゲール早くね。これ、こっから来たんだよね。510。あ、そう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 。じゃあ、登ってこう。ここに世界はなさそう。二股というか三つ股というか四つ股、ここ登るじゃん。別に四つ股までないけど、炎が回復してる。本命今60くらい下った。まだ500。ゲゲ、待ち伏せ。ちまった、デリンジャー使っちゃった。弱。デリンジャーが一番上にあるからね、ちょ変えたい。これ、え、一回こっちに置いとかなきゃいけない。ってか外そう、普通にサーベルを。デリンジャーを外すんだ。炎19。あれ、これかぶってる今。いや、本命やべえな。死ぬ可能性が出てきたぞ。1回につきダメージめちゃくちゃ食らうんだけど。これなんだこれ。水の世界。敵出んのか。メデューサがやばいよね。ちょっと、これ、1回ごとセーブしていこう。原始ガニ。今日は本命やべえ。てか炎効かねえじゃん、普通に考えて。素早さが1とかさ。俺は食らわないから、もうハイポーション使っちゃおう。321。あれ、これマジ何の世界だ。水ばっかりあるけど。おいける。あ、これなんかあったよね。ハイポーション、ハイポーション。ちょっとどういうこと。使おう。違う、俺は減ってねえわ。どれかなんか敵じゃなかったっけ。ハイポーション。あ、一回やると敵になるわ。で、魔術師は、炎。攻撃してきた。魔術見習いじゃないから。邪魔しまった、しまった。A ボタン押しっぱなしだと。あれだ。スーパーパワー、ちょっと間違えた。つえ。てか俺さ、魔法弱いよね。魔法に弱い。
つは普通に敵。逃げられるのかな。魔術師やばいから。くそ。やるな。本命ちゃんがもうちょっと火力出してくれればいいんだけどね。これ全部ここで、ここかな。炎一発で一掃する力が欲しい。いや、何個あんの社長も。やばい。手に入れた。ハイポーションを全部使いそうだ。でもここにさ、いいやつ、なんかなかったと思うんだよな。ん？石像、塔の中では時間の流れが一定していないのだ。あ、そうなの？だから何？そんななんか必要なネタあったっけ？てかさ、金の針3つあるから直そう。石になるとダメージ食らわなくなるのかな。肉壁になってもらう金づるにはちょっと死んでもらわないといけないから。ここ調べたっけ？いや、調べたかどうかすらわからん。やばい、金づるが一発で死んだ。手榴弾炎でやった方がいいかな。いや、これ何個ある本当に。ケアルの章はまだ使うまでもないな。1体は倒せるか。寝たな。あと1個。1人400円か。愛人、なんじゃこの石像は。超わけわからん。原子が電撃、テレパシーにしとこう。テレパシー使えばとりあえずダメージは食らわない。ここの世界全く見覚えないな。500。ちょ、すげえ。エンカウント率がすげえんだけど。敵グループに攻撃できる技が欲しい。いや、なんもねえ、こっち。で、こっから来て、右に来て、なんもない。海洋世界みたいなやつだけか。海洋世界っていうか、海の世界。メデューサやばいよね。ちょっと手榴弾と炎で一掃しよう。OK。今のところメデューサの石化が怖いな。いや、いっぱい倒したから、金すげ。金が半端ねえな。こんなに金溜まったっけ。出た、メデューサ。手榴弾炎で確実に仕留めよう。あ、てか、炎だけで倒せるわ。あ、これヒットポイントだよね、多分。技ポイントが回復しないのがな、ちょっと痛いんだよな。もう炎ねえし。ちょっとシャチホコでめちゃくちゃ使ったからな。あ、ファイヤーがある。ファイヤーの方がちょっと強い、炎より。なんでここもう一個あんの。意味不明。で、ここは上に登るけど、ちょっと見たいと思ったら何もない。上上がろう。サイドワインダー4体で手榴弾使おう。よし、倒せる。960円か。結構持ってんね。上の上、これなんだ。これはコールドスリープ地帯か。全然違った。4匹の悪魔を支配している大悪魔がいる。どういうこと？え、復活する館。いらん。こっちは普通に寝てるだけか。止まろう。よし、これで炎回復したんじゃん。炎10。予知能力。予知能力ってなんだっけ。もうコロ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 入れ替わってくからね。一応なんかちょっと病院的なところかな。回復できたのはかなりでかいな。これでまた戦える。まあ、原子ガニは炎効かないから、1体倒して猫女、こいつは炎で倒す。本命のヒットポイントだけすごいよな。防御力が追いついてないから、防具をやっぱりちょっと本命に装備させるべきだな。俺はもうほぼ食らわないから。1体ずつだな。まずメデューサでしょ。
で炎で原子ガニで炎で、そこからさらに上、結構登ってくね。お、なんかぽいとこに社長子がいるし、この社長子は何でもないで、シルクハットがいるってことは新しい世界。この世界のボスは傭兵を集めている。ボスに会うには傭兵になるのが近道です。なるほどね。5体いる。手榴弾使おう。消えよ。2000円。じゃあまた出てくる。また5体かよ。手榴弾はなんか売ってた気がする。今ガンガン使ってるけど。あ、こっちはクリスタル界白い封印、まあ、白といえばやっぱ白虎だよね。毒の花が3体いる。触るとやけど。でこっちも手榴弾使っちゃう。あー、いいや、サーベルでいこう。で触れるとやけど。なんとなく何も起きなかったって。2000円、マジで金持ってんな。4体、手榴弾、炎、完璧。おお、新しいところに来た。まず町を探そう。ドラゴン、なんか炎効かなそう。ドラゴン効いた。でも160じゃさすがに倒せないか。間違いない、あった。というところで、じゃあ海洋世界をクリアして、まあ、今度は空の世界ですね、新しいところに来ましたので、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。